山名氏清は南北朝時代の武将、守護大名、室町幕府、侍所頭人、丹波国、泉国、山城国、田島国守護。広国五年、広営三年、山名時氏の四、男として誕生。父、時氏が二代将軍、足利義明時代に、南朝方から室町幕府に帰服して守護国を安堵された。建徳二年。 大安四年に、父が没すると、長兄、死儀が総領となるが五年後に死去、宇治清の弟、次儀が後を継いで、山梨の総領となった。宇治清は、父の医療から丹波を相続、天寿三年、永和三年に侍どころかしら人に任じられ、翌天寿四年、永和四年に、時兄、義理と共に、木の国の橋本忠徳討伐を成し遂げ泉守護にも任命された。 しかし総領になれなかったことに不満を持ち、辞儀と常に対立していたという。元中五年、下京二年8月17日、奇襲遊覧から帰京中の足利義満への奇襲を、試みた南朝の楠木正勝を、川内国兵備で迎え撃って勝利するという武功を挙げ、義満から感情を賜る。元中六年、皇王元年、辞儀が死去しその後を、辞儀の子、時広が継いだ。 攻略の政変で完了、細川頼之が失脚し、山梨氏の兄弟化を懸念していたと考えられる三大将軍、足利義満は、自義死後の家中分裂に伴い、将軍命令として宇治清とその追いにあたる山名、光之に対して時広、しこれの討伐令を下し、宇治清はこれに応じて時広を攻めて、追放、恩賞として時広の両国田島を手に入れた。しかしその後、 吉光は時広、しこれを赦免し、時広を責めた責任を三行に問うとまで言い出した。宇治清は三行に反乱へ誘われ、積極的でなかったとされるが、時系、義理、老いの宇治家らと共に、厳中八年、明徳二年に挙兵して、同年十二月には京都に攻めいる。合戦は京都内野で行われ、大内義広や赤松義則、 京国高専などの有力守護大名によって編成された幕府軍の反抗にあって、宇治清は戦死した。妻も巡視しようとしたが叶わず3年後に死去した。古代兵器1899、ピアニッシも160から165。ありがとうございます。